皆さんこんにちは、 J センターの多田です。今日はためにを勉強します。では始めましょう。ために、鈴木さんです。鈴木さんは先生をしています。鈴木さんは2年前たくさん勉強しました。先生になりたいですから勉強しました。鈴木さんは絶対先生になります、絶対先生になります、なります、なります、勉強しました。先生になります、勉強しました。先生になるために勉強しました。先生になるために勉強しました。三浦さんです。三浦さんは貯金します。三浦さんは将来車が欲しいです。それから将来いろいろなところへ旅行に行きたいです。それから将来結婚もしたいです。将来車が欲しいです。将来旅行に行きたいです。将来結婚したいです。貯金します。三浦さんは将来のために貯金します。将来のために貯金します。田中さんです。田中さんは働いていますね。田中さん毎日働いています。国がもっと便利になるといいなぁ。国がもっと安全になるといいなぁ。働いています。それから国の皆さんがもっと楽しくなるといいなぁ。皆さんがもっと幸せになるといいなぁ。働いています。田中さんは国のために働いています。皆さんのために働いています。ために、先生になるために勉強しました。将来のために貯金します。ためには目的を言うときに使います。勉強しました。どうして勉強しましたか？絶対先生になります、先生になります、目的です。先生になるために勉強しました。貯金します。どうして貯金しますか？将来車が欲しいです。将来旅行に行きたいです。それから将来結婚したいです。目的です。将来のために貯金します。それからためにの前は動詞は辞書形を使います。名詞は名詞のためにになります。ためには目的を言うときに使います。強い気持ちです。絶対先生になります、先生になります、強い気持ちですから。動詞は石動詞を使ってください。皆さん石動詞覚えていますか？石動詞は人がコントロールできる動詞です。食べます、行きます、買いますなどは石動詞です。コントロールできます。無意思動詞は人がコントロールできません。無意思動詞、例えば可能動詞、
食べられます。いけます。や、わかります。見えます。聞こえます。これは人がコントロールできません。無意思動詞です。ためには、意思動詞を使ってください。それから、ために、国のために働いています。皆さんのために働いています。ためにの前が、人やグループ、国の時は、その人やグループ、国に、いいことがあるといいなぁの気持ちがあります。もっと便利な国になるといいなぁ。皆さんがもっと幸せになるといいなぁ。いいことがあるといいなぁの気持ちの時に使います。私は J センターで日本語を教えています。学生のために教えています。これで今日の授業を終わります。皆さんも J センターで一緒に勉強しませんか？それではまた会いましょう。バイバーイ。